さまこんばんは、本日はようこそグランドプリンスホテル高輪をご来館いただきまして誠にありがとうございます。高輪夏祭り、この夏の夕暮れ時をですね皆様とご一緒に過ごしてまい、ります。そのお時間で、これからご覧いただきますのは花と氷のショーで、ございます。この氷を器に見立て、これから、花を生けるプロフェッショナルたちがですね30分間というこの限られた時間の中でライブで、これから、皆様にですね花を生けるその妙技を、ご覧いただこうと思います。この溶けていく即興の美しさ、この時この時この場所でなくてはですね出会えないそんな瞬間がある。それがこの花と氷花池ライブの魅力でございます。私は、本日司会進行を務めてまいります一般社団法人花池ジャパンプロジェクト日向雄一郎と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。今日は花の池で2名そして花彫刻家さらには、この和の音色を奏でる、ミュージシャンたちが、この場所に、集結してくださいました。それでは、本日の出演者パフォーマーを紹介させていただきます。まず最初のパフォーマーは花を愛し花に愛されたロックンローラークラワーデザイナーソマルショー。続きましては現枠のマルチプレイヤー宮永秀幸。そしてこの新高輪はプリンスホテルがですね誇ります氷彫刻家小坂井義人。花と氷、ここに一緒にセッションをしていただきます今回の、ミュージシャンの方々です。シャンペン勝者藤井レイゲン。そして最後に和太鼓奏者慎吾。以上の5名で、本日の花池ライブ花と氷をお送りしてまいりたいと思います。夏のこの夕暮れ時高輪夏祭りどうぞお楽しみください。さあ太鼓の音色とともに始まってまいりました花池ライブ花と氷でございます。向かって左側から曽我部長、そして、早速ですねチェーンソー登場いたしました。チェーンソーが登場いたしましたのは小坂義人氷彫刻です。もう日本を代表する氷彫刻アーティストと言っても過言では、ございません。ホテルの宴会場を華やかに飾ってまいりました氷彫刻年間50作品制作するというその小坂義人が、今夜は、このライブで、皆様にこの氷彫刻を作っていく様をですねご覧いただくと、いうことになりました。さあそしてご覧ください。左側曽我部長が何ということでしょう。この木口を手に氷を叩くぞ叩くぞ曽我部長。ヘリコニアを受けてまいりました。ヘリコニアを受けていく宮永
ここに、ヘリコニアを生けてまいります。さあ、小坂が、同じくですね、これ穴を開けるドリルですね、ドリルのようなものだが、さあ、これで、削ってまいりました。穴を開けるというよりはむしろですね、削りを入れていくという彫刻をしていこうというところ。小坂、さあ、これを見守る氷を愛し氷に愛されたロックンローラー曽我部翔が生けてまいります。さあ、曽我部翔がですね、今日は氷に花を生けていく。さあ、その曽我部翔、手にはロックンローズの異名を持つ、もうこのロックンローズが野望となっている曽我部翔が、バラの花を手にしてまいりました。真っ白なバラの花。さあ、そして、あ、大きい葉っぱが出てまいりました。大きい葉っぱはジャンプニューサイラー。さあ、ニューサイラーの大きなジャンプニューサイ、ジャンプニューサイ登場です。さあ、順調に行けてまいります。原爆のマルチプレイヤー宮永秀幸、ヘリコニアを、ヘリカニアをですね、一つ一つ丁寧に穴を、氷に穴を開けた、その中に、もう行けてまいります。氷をまさに器に見立てるという、器に見立てたこの氷、氷と花のこの共演でございます。さあ、そしてご注目ください。左側、曽我部翔、先ほど勝ち割ったこの、氷をですね、このオブジェに、乗せてまいりました。今、ノコギリで切り込みを入れてますけれども、ノコギリで切り込みを入れることで断面がギザギザになる、そのギザギザになったところで氷と氷がくっつくというですね、これ氷彫刻師ならではの一つの技でございます。さあ、それをこの氷の破片で、氷のこの削りカスでですね、さらに固めていこうかというところ。さあ、
一番一番丁寧にですね、この今葉を裂いていく。さあその、葉を裂いていきながら、ここからがこのね表情の展開というところ、注目してまいりたいところです。さあ新規ューブが入ります。宮永秀幸だ。さあ宮永秀幸新規ューブ、グリーンの新規ューブを入れてまいります。さあそして小坂がですね、今度は右後ろに移動してます。場所にまさに花が生けられていくという、これは通常の器では